ちやっていきます。で今日雨なんで、まあ、一応準備的なことをしていきますね。まあ、準備的なことは、まあ、軽気を作ったり、まあ、主には最初カーペットの屋根を直すっていうところからかかっていくので、でですね、まあ、ブルーシートの銀に引っ掛けただけだと、なんつうんだろうな、風でやっぱりあのブルーシートごとぶち切れちゃうんで、とりあえずこの胴縁でブルーシートを挟んで、でボルトで締め付けて固定して、それでやっていこうかなと思っています。じゃあ始めます。はい、ですね、ちょっと動画をアップするのがですね、ちょっと前後しましたね。これがですね、一発目の動画ですね。京都のお茶摘みにちゃっかりのバイトから帰ってきて、まあ、やっぱ1週間ぐらい、なんかね、中傷みたいな感じで、ぐた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 してましたね。なんか体動かなかったんですよね。まあ、それから回復してきたのがこれぐらいで、やっぱり雨が降ってくれないとですね、体動かないですね。なので1週間ぐだぐだしてしまったのがもったいなかったなっていうのはありますけど、まあしゃあないですね。まあ最初これは木材買ってきて、シーラーと、防腐剤ですね、それを塗るところから始めてます。まあなんせ、クリアトタンを打ち付けるんですけど、そのクリアトタンももともと前の持ち主がですね、置いてったものなんですよね。なので新品なわけではなくて、ところどころやっぱ穴が開いてて、水は漏れてきますよね。なのでまあわざわざトタンを買うのもお金かかりますし、でそもそもトタンを捨てるのも実はね、めちゃくちゃ金かかるんですよ。なんでかって言ったら参拝扱いだから、なんでしょうね、ここの田舎はですね、役場に許可書を持っていけば家庭ごみの個人搬入というですね、クリーンセンターにできるんですよ。でもただクリーンセンターに1回持ってったら、その建築資材はダメだよっていうことを言われて、まあその去年もですね、見積もりを出してもらったんですよ、産廃業者の人に。それだったらまあ5、6万かかっちゃうって言われたから、じゃあ使うかっていうので、まあ、無理やり使うという方向でやってますね。まあ、だいたい木材買ったのもこれ5000円ぐらいだったかなと思いますね。2束ぐらい買ってると思うんで、まあ、処分費が5万出るんだったら、その木材を買って5000円でまあ無理くり使うっていうのも、まあ、全然そっちの安上がりだし、その漏れてるトタンの分ですね、上から、防災シートだったかな、ブルーシートっぽいのをかぶせてしまえば雨漏りもしないんで、そっちの方が余計持つんですよね。はい、まあ、結構時間かかっちゃったけどね、途中プライムの配達員の人と喋っちゃったからさ。はい、まあ大体ですね、5ミリのボルトを入れてこんな感じにしました。でさっきね、まあ、乗ってみたけどね、やっぱ折れないわね。やっぱり5ミリのボルトを出すよりかボルトを入れた方がいいですね。はい、てなわけで次は最後あれ仕上げですね、書いてやっていきます。防腐剤、木材防腐剤のクレオパワーが尽きたんで、途中から砂押さえのシーラーを塗りましたね。
まあ一応シーラーっていうのはそういう用途じゃないけど、あの塗料を塗りやすくするために膜を作るんですよね。なんでまあできるだけね、その膜があれば、まあ、あの紫外線とか風にさらされればそのうちポロポロ取れていくけど、まあ木材を普通に雨風にさらすよりかは木材の劣化とか朽ちるのが全然遅いんで、まあそんな感じでやっていきます。でこれがですね、下準備としてかなりかかったね。まあ、ブルーシートに入れるやつと、あれですね、ブルーシートと、あの枠ですね、あのリングにあのトラロープをくくりつけたんじゃダメなんで、枠じゃない、リングに、リングとあれを押さえつけるやつね、ブルーシートを押さえつけるものと、あとはそこに実際通してやることですね。あ、なんだろう、リングじゃなくて、まあ ロープで結んだところの補強ですね、を今やったところですね。まあこんな感じでやっていきます。で、まあまだね、ちょっと外天気悪いんで、まあ、一応これ晴れた日じゃないとスペース的に無理かなっていう感じなんだけれども、まあ横に取ればできるか、なんで、まあ、ちょっと考えてやっていきます。ではでは、はい、じゃあまずね、あそこ、ここら辺にちょっとまた折れた あの棒があるんで、それを渡していきたいと思います。はいはい、でまあこれですね、まあ、ここに、まあ、ブルーシートをかけるような感じですね。まあ、とにかく、まあ、ここはですね、屋根に登るところなんで、それなりにちょっと時間をかけたくないというか、あ、コーピングするのが忘れちゃったからコーピングします。まああとはここははしごかけるところなんで、毎年これは外すところですね。ってなわけで、こんな感じでいきます。